大晦日から元旦にかけてね、朝生のね、新春スペシャルが、それで田原さんがだったらこの国から出てけって激高するっていうのがあったらしいんですよ。まあちょっと僕も一応見てたんで、こんな感じなんですけど、音だけなんですけど、それがもう大人の言われたことは忖度してもう言うこと聞かなきゃいけない、そういうこう社会をずっと見てきた子供たちが、それはイノベーションなんて起こせないので、私は主権者教育とか子供にお金をかけるってことをやらない限りは、これは罰のままだと思います。主権者教育なんて全然お金かかんない。あなたは本心罰なの？全然お金かかんない。本当は、はい、行くや日本は良くなると思ってんの？思ってないの？思ってないです。だって主権者教育、私たちの団体だったら国から出ていけ。罰を丸にするために、この国絶望的だったら出ていけ。いや違いますよ。だってじゃあこの中で教育にもっとお金をかけるべきだとか、教育に大晦日に放送された朝まで生テレビ元旦スペシャル激論どうする日本最高2023年と、約4時間の拡大放送で一幕だ。ああ、そっか、いつも3時間ぐらいなんですよね。司会の田原氏と激論を繰り広げたのは、ジャーナリストとして活躍するお笑いタレントの高松奈々さん。この高松奈々さんってお笑いなんですかね。お笑いやってるとこ見たことないんですよね。なんか立ち位置がちょっとわかんないですよね。何やってる人なのか。なんか若者代表みたいな顔して出てますけどね。そう若くはないですからね。日本は立て直せるとするトピックで、番組出演するパネリストらの顔ぶれが長年変わらないことについて問題提起したシーン。田原氏は高松さんなど若いパネリストが出演していることに触れ、彼らなんて若いじゃないと発言した。もっと若い人に発言すべきだと指摘が上がったところで、高松さんは発言させてくださいと手を挙げ、私は日本を立て直せるとする質問に対し罰にしたんですけど、理由としては日本社会ではもう諦めがはびこってると思うんですよねと切り出した。高松さんは実際に日本は社会は変えられると思う若者が2割ぐらいで、これは先進国の中でものすごく低い数字なんですね。企業や政治を見ても年功序列で変な慣習とか残っていたりとか、非効率だと感じているのに惰性で続いていることが多いと思うので、私は、若者に権限を移譲したりとか、若者がどんどん社会を変えていくことが必要だなと思う。そのために私はやっぱり教育が必要だと思うんですよと説明し、ヨーロッパの主権教育に習うなど日本の教育の仕組みを変えることが必要ではないかとしたと。私は主権者教育とか日本にお金を、子供にお金をかけるということをやらない限り、これは罰のままだと思いますと主張した高松さんに、田原氏は、あなたは本心から罰なのと、本当は日本は良くなると思っているの、思ってないのと問いかけた。高松さんは思ってないです、だってって言い始めたら、田原さんは、だったらこの国から出てけと激高。困惑する高松さんに、また田原総一郎は、この国に絶望的だったら出ていけいとしたと。高松さんは激高する田原氏にひるむことなく、違いますよ、人々は日本の教育にどれぐらい本気でいるのかとして、教育の重要性を主張したということですね。その通りとかいろいろ書かれてますけど、それなとかね。まあでもどうなんですかね、これその後謝罪してるんですよね。なんか田原さんがね、ジャーナリストの田原総一郎が朝生で出演者に日本から出てけと怒鳴りつけ、放送終了後に SNS で謝罪した。高松は出演後にツイッターを投稿、スタジオから出ていいけど田原さんに言われましたが、終わった後は仲直りしましたと感想を綴り、田原氏とのツーショット写真を載せていた。田原氏は高松の書き込みをリツイート、失礼いたしました、高松さんには絶望しないで頑張り続けてほしいので、その気持ちをぶつけてしまいました、これからもよろしくお願いしますと綴ったと。田原氏の書き込みのネットでは、少しは人の話を聞きましょう、だからといって出ていけばない、元気でいいですねと様々な意見がされた。僕これ見てましたけど、田原さん笑いながら言ってましたからね。激高って書いてありますけど、いつもの田原総一郎のふっかけですから、別になんかいつものことだよなって感じがしましたけどね。やっぱり朝生って最近ちょっとね、元気ないんですよね。特に三浦瑠麗さんあたりが出るようになってから、へりくつばっかこねてるような番組になってきたんで、朝生が一番元気が良かった初期の頃ですよ。80年代後半から90年代にかけての大島渚さんとかね、元気だった頃ですよ。大島渚、野坂昭之なんてね、もうすごい猛者たちがいた頃の朝生は、もう毎回荒れてましたから、
こんな日本から出てけるレベルの話じゃないですよね。バカ野郎とかね、あの途中で帰る人もいましたからね、怒りすぎて、ね、帰るとか話なんねえとか言ってね、もうつかみ合いぐらいの勢いでやってたんで、いやあの頃は暑かったですけどね、相当元気ありました。まあそういう人がいなくなったなーって感じがしますよ。でだからこの高松さん、若者若者って言うんだけども、ちょっと今の若者ってやっぱりね、どうしてもね弱いっすよね。人口が少ないって昨日も言いましたけどね、やっぱり今100万人ぐらいですか、20代の人たちっていうのは一つの学年で、僕らの学年だと200万人ぐらいはいるんですよね。田原さんぐらいの世代になると250から300万人ぐらい一つの世代というわけですね。あれか、田原さんの場合は戦争があったんでバーッと死にましたけどね。だから団塊の世代とか高度経済成長ベビーブームなんていうのはやっぱり多いですよ、人数は。だからどうしてもね、そこの世代が中心ならしょうがない。若者は人数が少ないってのもあるけど、ちょっとやっぱ過保護だなと思いますよね。まあ僕らの若い頃ってやっぱモテたいために車買ったりとか、むちゃくちゃなことをやるのが普通な時代じゃないですか。今やっぱりね、購買意欲もないし元気もないですね、若い。コスプレして渋谷に集まるぐらいのレベルじゃないですか。だからそれが諦めだって言うんだったら諦めなのかもしれないですけど、だからって僕は田原総一郎さんとかその世代の人たちが老害とはどうも思えないですよね。やっぱりこの人たちがいたからこそ今の日本が、これだけ急成長したんだろうし、まあ、特にね、一回焼け野原になってるわけじゃないですか、戦争に負けてね、ボロボロですよ、東京なんかもって無法地帯になって、まあ、そこにアメリカ軍が占領してきたり、それこそ世界中から来ましたね、中国人も来たり、韓国人が来たりとか、その外国人にのさぶらせないようにヤクザも、ね、いっぱい出来上がったりとかして、毎日が殺し合いみたいな状況の中で闇市なんかで財を成してきたっていう、今じゃ考えられないようなね、日々死と隣り合わせのね、日々隣り合わせの権力闘争の乱世があったわけですよね。日本の人たちも一回戦争でね、命を捨てたつもりで戻ってきて、運が良かった人たちじゃないですか、戻ってこれたのっていうのは。まあ例えば特攻隊に行ってね、もう死ぬ覚悟で、まあ戦争終わったからたまたま戻れたとか、そんな感じですよね。でやっぱ一回死を覚悟したりとか、あと人がどん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 死んでいく、殺されていくところを見た人ってのが強いですよ。僕らにも想像つかないぐらい、若い子たちもっと想像つかないと思いますよね。でそれの中に生きてきた田原総一郎さんとかジャーナリストでね、そんな人たちと絡んでね、そんな人たちから話を聞いてきて、生き地引きみたいな人ですよね。それ物足んないと思いますよね、今の日本の子たちはね、若者若者って言うけど、じゃあもうあれぐらいのね、ガツガツやってね、世界一になってみろって気概はないのかなと思うのは当然かなと思って、ただやる気がないんだったら、もうそんなこと言うんだったら、嫌だったら日本から出てけっていう気持ちは分からなくはないなと、そういうふうに思いました。